ももクロが女性警察官のコスプレ姿で交通安全を呼びかけました。交通ルール守るんだぜ。全国の皆さんがしっかりと交通安全ルールを守れるように私たちは全力で任務を果たしたいと思います。人気アイドルグループ桃色クローバー Z は秋の全国交通安全運動のイメージキャラクターを務めます。メンバー5人はオートバイで転倒したり道路に放り出された際などに衝撃を和らげるエアバッグ機能があるライダースジャケットの普及を呼びかけました。秋の交通安全運動は21日から始まります。